今ここに映っている画像なんですけれども、沼田の東の方ですね、天乞山という山があるんですけれども、その天乞山の山頂から撮った写真です。全体にこう非常にダイナミックなですね、地形が映っているかと思うんですが、赤城山、それから小持山、三峰山ですね、三峰山は横から見るとこんな格好してるんですけれども、それから谷川岳と、全部沼田から見ることのできる景色なんですけれども、その山々に囲まれた沼田盆地で、その中にですね、見事な階段のような地形が見えているんですけれども、河岸段丘という地形です。でその歴史資料館になぜいきなりこの地形の写真なのかというとですね、実はこの地形こそが沼田の歴史を作る大きな、要因になっているということだと思うんですね。で、ざっとこう見渡してみると、こちらが沼田の市街地のあるところです。こちら側がですね、赤城山の裾野があって、この辺りから河岸段丘という地形になるわけです。河岸段丘というのは平らなところを段丘面と呼んで、この崖ですね、斜面を段丘外というふうに呼んでいます。でそれぞれに何とか面というような学術的な呼び名がついています。ちなみに沼田は沼田面という一番高い段丘面なんですね。でこの高い段丘面上に町がある、これが沼田の大きな特徴です。普通段丘面、高い段丘面というのは水が乏しいからあまり開発されないでずっと残ってしまう。でそれがですね、沼田の場合にはなんとここに中心市街地が発達しているということで、これが非常に沼田の特徴を作っています。沼田面、そしてこちら側は、なんとか面というのがついているわけですが、階段のように削られています。ここに高速道路の、片品川橋が通っています。下を流れているのは片品川ということですね。